今日もいい天気。あ、エイミー、またサボリー。休憩中よ。きっと今日は休憩の日なんだよ。いやー、明日は人参じゃ閉店の日。クアラー、あんたたち本当に仲いいわねー。ほんとに今日はレイムのためにお土産を持ってきたのよ。あら、ありがとう。それじゃあお茶を用意するわねー。レイムー、特急茶葉で頼むー。はいはい、9番茶でいいわねー。やっぱりアリスが作るブラウニーはうまいなー。生地がしっとりしていて、それでいてベタつかないすっきりした甘さだ。ココアは万宝店のものを使用したのかな。ははははは、ありがとうマギさん。本当に美味しいわねー。でも、作るのはいつもアリスねー。マリサが作ったりとかしないの？私だって作ることはあるぜー。あーらー、マギさんが作ったお菓子なんて食べたことあったかしら。アリスが食べたことなかったら誰も食べたことないんじゃない。そんなことないだろう。この前作ってやったはずだぜ。ほーらー、この前もらったバレンタインのかー。もらったかしら。あ、私もあげたけどお返しないわねー。ギリだけど。ああ、忘れてたー。ま、ちょっとマギさん。ホワイトデー、ごめん、忘れてた。そこでダーリース、悪いがもう少しだけ、追加で待っててくれないか。待っていたら多分、マリサさんの、素敵なプレゼントが先着1名様に漏れなく配られることに、なるはずだー、多分。先着1名？私にはないのね。霊夢はたくましく生きていてくれー。ちょっと待てー。では諸君、さらばだー。恋する乙女のパワーはすごいわね。え、恋なんてそんな、もうレイムったら。ババン、ほいほい、ごちそうさまでした。お粗末さまでした。でもマリサがお返しを忘れてたとはねー。いいのよそんなこと。私はマリサと一緒にいるだけで幸せを感じられるんだから。はいはい、ごちそうさま。お粗末さまでした。うん、レイムー、たくかー。アリスよー。スイカ、こんにちは。よかったらこれぞー。イカスミ焼き。おかしいよ、この酒飲みがー。はーい、スイカー。あ、なーにー。お菓子だからねー。わーい、レイムも。え、わ、ちょ、おいしい。じゃあ、ヌアリスにも。私も食べさせるー。お前ら、仲いい。そうなのか。隣の垣根に囲いができたんですって。え、お仕事の最中におしゃべりとは、ずいぶんと大層なご身分ねー。あ、どれも。さっさく屋さん。いや、その、ですねー。そう、門の中には侵入させていません。そう、
仕事は全うしているというわけね。侵入されてしまいました。ヨーパチュリー、遊びに来たぜ。ゲホゲホ、あなたはいい加減ドアから入るってことを覚えなさい。それで今日は本を借りに来たんだ。いや、持ってかないで。大丈夫、ちょっと借りるだけだ。借りる？盗むの間違いじゃない？いや、返す気はある。気だけでは返ってこないわ。気持ちだけでも受け取ってくれ。んー、物をよこせ。現金だな、パチュリーは。うわぁ、マリサー、また泥棒に来たの？ようさくや、今日も素敵な手品をありがとう。あなたは相変わらず騒々しいわね。はぁ、あ、はぁ、あ、あ、パチュリー様、またマリサさんがやらかしたんですか？その言い方だと漏らしたみたいね。私は子猫じゃないぜ。それは大変失礼しました。じゃなくて、マリサさん、いい加減壁を突き破ってくるのやめてくださいよ。そうだ、昨夜後で厨房貸してくれないか。で、マリサさん、全然私の話聞いてないし、私いじけちゃうし。何か作るのかしら。貸すのはいいけど、さすがに厨房は後で返してね。あ、あれは私のポケットには、ちょっと大きすぎるからな。あ、本をでかくすれば盗まれない？そういう問題ではありません。で、アリスかしら。いやー、まあ、そう、アリスに、美味しいお菓子をプレゼントしようと。あら、あなたにも可愛いとこあるのね。可愛いの？うん、照れるぜ。私も作ろうかな。お嬢様にでしょうか。さて、誰のでしょうね。というわけで、一緒に作りましょうね、マリサ。いいよ、一人でできるって。あなただけだと料理ができても厨房が大惨事になりそうだから。うんうん、まさに押して知るべしね。私もご一緒してよろしいですか？パチュリー様に。え、わ、ほーい、小悪魔のお菓子は好きよ。優しい味がするから。はい、精一杯頑張らせていただきます。厨房には女三人、女三人でかしましいやつだな。マリサ、あなた意味をわかって言っているの？知らん。いいバルナー。で、マリサは何を作りたいの？そうだな、このクレープ、マリエットってやつにしようかな。なんたねー、お菓子作り初心者がそんな難しいの作ろうとしたらどうなるかわかる？そんなもんか。じゃあこのクッキーは？チョコクッキー。チョコソースをつけるのですか？ああ、チョコで顔とか描いたりな。あ、それ面白そうですね。そうねー、それくらいは妥当かしら。あーらー、どうした？おかしいわねー。
だから、どうしたんだよ。あ、チョコがない。卵もなくて作れない。あーあら、3人揃って珍しい。あ、お嬢様、いえ実はクッキーを作ろうとしたら材料がなくて困ってたんですよ。まった、品揃えの少なさにびっくりだぜ。マリサさん、うちはお菓子材料の店ではありませんよ。あ、材料がないっていうのは、私とフランで使ったからないのよ。え、お嬢様は料理をされるのですか？私じゃなくて、フランがどうしても作りたいって言うから、私は現場責任者としていただけよ。それでできたものはないわ。つまり、無を生み出したわけだな。マリサさん、深いですね。深くはなくて、浅いわよ。結局散らかして、片付けて終わりよ。遊んでぽいか。もう、食べ物を粗末にしないでください。フランに言って。ああ、しょうがないわね。どうする、材料がないとクッキーが作れないぜ。そうですね。よし、マリサ、材料の調達をしてきて。待て、サクヤ、お前も一緒に来い。私は適任ではないわ。なぜ私だけなんだ。魔導シーフだから。お前も盗んでただろう。ロケット作るのにいい、うちに忍び込んで八ケロウとロウトウ、得意の手品を使うんなら私より適任だ。逃げ足で言えばマリサが最速で適任よ。あの、盗むの変形なんですね。払ったら負けだ。たまには負けましょうよ。ふう、私も同行しましょう。どうした？あなたの負ける姿が見たい。私は負けない。それは結局、盗むということじゃないですか。マリサとサクヤ、こんにちは、アリス。あれ、霊夢のとこにいたんじゃないのか。二人とも酔って寝ちゃったから。なんで緑茶飲んでて酔っ払うんだ。スイカがいたから。なるほど、飲んだのか。二人はお菓子の材料買いに来たの。そうだが、ここはアリスのよく来る店か。そうよ、大抵のものが揃うからね。そうなのか。何かまずいの。美味しいものを作ろうとしてるが、ちょっとまずいな。まずいのはダメね。アリスには今まで食べたことのない味を堪能してもらいたいんだ。なるほど、ここのお店の味は？アリスは知ってるわけね。店の味って？材料やだけど。全部じゃなくても、どれか一つでも奇抜な材料があればいいんじゃない？そうの、奇抜な食材を食べるのは私なんだけど。あ、そうだ。どうしたの？卵もなかったよな。そうね。買ったのではなく、産み立てなんかどうだ。誰が産むの？マリサが産むの？私は鳥ではないだが、鳥の知り合いはいる。よすめねー。よし、食材の出所は知っときたいから、私もついてく。
ませい。大人、しく卵を産んでくれれば危害は加えないわ。無理無理無理、なんでない。というか危害すでに加えてるじゃないか。ちょこまかと、マスタースパーク。あーらー、面白い花火をあげる輩がいると思ったら、懐かしい顔ねー。な、言うか。なりさ、どうやら、厄介なところに紛れ込んだようね。お久しぶりー、マリさん。ところで、あれが何か説明してくれない？昨夜、アリス。わかった。みんな無茶しないで。どうしたの？答えられないの？なら、答えられるようにしてあげるわ。昨夜。はい。はじめまして、ジマでございまーす。現在、クロックホーブス。ん？ゴイフ、マスタースパーク。あら、外れよー。お返しー、マスタースパーク。うわー。ここは？マリサ？気づかれたんですか？おはよう、マリさん。ユウカオリは？花畑を荒らしたのは私たちです。ごめんなさい。と言ったら許してくれたわ。そうか。よし。次は勝とうぜ。何気にタッグを組もうとしないで。そうよー、もう危ないからやらないでね。そうですよ、もしリベンジするにしても私は巻き込まないでくださいね。お前には100年早い。ひど。ナリス、そうだな、自重するよ。それでは、お菓子作りを始めましょうか。そうですね。というわけで、プレゼントされる人は出てってください。はい。あ、出て行く前にこれを。これはどうしたんだ？気絶したあなたを連れ帰る途中で蓬莱人に会ったの。エイリン。そう、卵を探してるって事情を話したら恵んでくれたのよ。地獄カラスの卵、インビックリテッドン、だってびっくり。危険そうな。なんでも、ロボツー、一個が外れだって。こわ。外れはどうなるんだ。待って、見てからのお楽しみね。マリサさん、余裕ください。もう、こと混ぜるのか。混ぜないでください。バターを湯煎するんです。天ぷらじゃないんだから。キーの天ぷら、気持ち悪いです。じゃあ、私はチョコを溶かしておくわ。マリさん、こっちにもお湯。よっしゃ。だからお湯を入れるな。ドッキドッキ。ごっくり。ここは思い切って。ゲホゲホがハゲホ。ふえか、辛いん。ゲホゲホ、辛しのおきり。ひっどいぜ。
気を取り直して、他の卵を入れます。それは大丈夫なのか？味見したら？怖くてできません。何よ？顔に何かついてる？なんでもない。お湯はいらんか？もう、いりません。ケイチーン、マリサ、オーブンを用意。もう？さて、騎士恥ずかしい、チョコラクが来たアイム。おう。さて、何を書こうか？オーソドックスに、愛の言葉とかどう？君の瞳に映る、私が美しいというやつですね。ただのナルシストね。好きだよ。私は顔を描くわ。あ、私もパチュリー様を描く。あ、それなら私もアリスだ。そういえば、チョコで描いても、固められなかったらメタメタなままですよね。時を止めて凍結する。そしたら、破壊不可能なクッキーになるぞ。コードヒュー以上の難攻不落のクッキーですか？それではヤバいのでこれを使う。マリさん、野菜は何をするんだ？なるほど、冷えたら美味しそうですね。よっしゃ、完成だぜん。上出来。マリサさん、おめでとうございます。騒がしいと思ったやっと完成したよね。あ、パチュリー様、そうです、できたんです。だからこれを。私の顔。そうです、うまく描けてるわね。ありがとうございます。美味しいわよ、コアクマン。あ、美味しかったですか？食べても大丈夫みたいね。これで安心だぜ。何やら不安な会話が。パチュリー、アリスはまだ図書館か？ああ、少し焦らすのもいいかもねって、白霊銀座に行ったわ。逃げたのかしら？食べても大丈夫だって伝えないと。そうだなぁ、行ってくる。いろいろありがとなぁ。本は大事に扱って。返すなんて珍しいです。感謝の気持ちですかね。もう料理する気はないだけかも。爆発したり、死にかけたり。危険ねぇ。普通、料理で命に危機は訪れません。走行時計にゃん。寝てて、て時計って言ったろ、そら。にたたたた、毒と言われて毒やつが。普通は毒ぞ。知らないん、知らないん、知らないん。なんなんだ。あ、お、来たみたいね。あはははははは。な、り、すー、おやー、どうかしたの？これ。ハートが見事に割れてるわね。ごめんな。
こんなプレゼントでー。ハート型、頑張ったんだけどねー。ハートのクッキーを、アリスに食べさせたかったー。マリサ。マリサ？うん？これ待ってー。お？んおう？それとこれー。これ？こうして合わせると？あは、ハート。ほら、全然壊れてないよ。マリサの気持ち。ありがとう、マリスン。いやー、頑張ったご褒美。なんふ、おいしい。美味しかったんだ。おいしいよー。いやー、私も食べて平気だねー。私で毒味させるなぁ。させるなら霊夢にしろん。待てこらガキン。あはは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 は。グーグー、グーグー、グーグー、グーグー。ギャー。寝てるな。ごめんなさい。どうして寝てるのかしら？ごめんなさい。門番の仕事をちゃんとやりなさい。ほーい、頑張ります。これから頑張ってくれるのね。はい。じゃあ、頑張ってくれるんなら、ハグ。プレゼント。おいしい。そう？よかった。昨夜さん、すみません。何？あ。お返しです。うん、ありがとう。